ちかちゃんの部屋は、やっぱり落ち着くなぁ。りょうちゃんすごい。自分のお家でくつろいでるみたいだね。ちかちゃんの部屋には数えきれないくらい遊びに来てるしね。勝手知ったる、なんとやらってやつだよ。りょうちゃんったら、ここも自分の家みたいに思ってるんじゃない？そうだね。ちかちゃんちは私にとっての第二の家みたいな感じ。そうなんだ。ちかちゃんと昔からずっとお友達だから、すっごくリラックスできるんだろうね。そこまで気に入ったなら、いっそのことをうちの子になっちゃう？タコミ家はいつでもウェルカムだよ。それもいいかも。ちかちゃんちにいつでもいられるとか、最高だもんね。けどさ、ようちゃんは好きな時にうちに来てるから、今とあんまり変わらないかも。それもそっか。じゃあ、今まで通りってことで。